相続した和風の庭をリフォームする秘訣満載。和風な庭木や庭石の活用ヒントをご紹介します。グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。グリーンパトロール社長のカリアです。いつもご覧になっていただきありがとうございます。今回は和モダンのお庭をご紹介します。これはよっちゃんが描いてくれた図面です。昔ながらのお庭ですね。古くからのお客様ですか？はい、いやいや、これはそうじゃなくて、グリーンパトロールのホームページの施工事例をご覧になってお電話してくださったんですよ。あ、初めてのお客様なんですね。はい。どのようなご相談だったんですか？で、この今ご覧になっているように、右側に洋風なお宅があって、左側に和風なお宅がある、ちょっと変わったコントラストのお宅だったんですよ。はい。で、このアプローチから、まあ、周りにある木から全部お父さんが好きで、作っていた和風の お宅だったんですね。はい。ですから、息子さんが相続でお父さんが亡くなられて、まあ、ご両親が亡くなられて、ご実家の方にリフォームして住まい替えをされたんですよ。ですから、はい、この和風な佇まいがちょっと息子さん夫婦にはあまりちょっと馴染めなくて、なんとかしてほしいっていう、そういうご相談がお電話でいただいて、それでまあ伺ってみたら、案の定こうやって結構和風なお宅だったもんですから、それを、はい、和モダンな形に、うちの方で、改造して、差し上げたという事例です。完成した後の様子ですね。ボサボサだった木、植木が随分綺麗になりましたね。はい、もう植木はもう剪定したり移植したりして、再利用してます。あと、この古い門扉もなかなかいい門扉だったんで再利用したんですよ。はい、アプローチの床も綺麗になりました。モダンな石ですね。どんな石を利用したんですか？これはもうイギリスの石で、ヨークストーンという、そのちょっと変わった特殊な石を使ったんです。そしてテラスの床も随分綺麗になりましたね。もうひびだらけだったテラスだったんですよ。それで、はい、まあ、モルタルで上塗り仕上げをして、はい、綺麗にもう蘇らせちゃいました。奥に新しく設置したフェンスが見えますね。風通しがとても良さそうですが、斜めから見ると見えなくなりますね。これがね、本当に変わったフェンスで、はい、もう背が高くって目隠しになる特殊なフェンスなんですね。はい。あ、和風の植木がモダンなフェンスに生えてますね。このフェンスのおかげで和モダンな空間ができているというふうな感じです。はい。あと、正面に今同じフェンスを使って窓が目隠しにしたいということで、今正面はスケスケで見えてますから、はい、島トネリこう2本植えて目隠しにしてるんですけれども、はい、これがこうだんだんこれから斜めになりますけれども、斜めになると見えなくなっちゃうという、まあ、そういう変わった、いいフェンスなんです。はい。植木はありますけど、でも奥の建物目隠しにはまだ足りないですよね。はい。で、まあ、ただこれ伸びてくるとどんどん、よく目隠しになってきて、この木なんかは特に銅弾ツツジでお庭の中央で大きくなってた木を移植してここにはめ込んだんですね。はい。ですから植物はもう伸びちゃうと、ワンシーズン経てばもうすごく伸びちゃいますから、はい、それで目隠しにすぐなっちゃいます。はい。あとこれよく見えてるでしょ、向こうが。そうですね。で、右側はもう見えないでしょ。こういう変わったフェンスがあるんですよ。はい。画期的ですね。まあ、この本当に重厚な感じのモダンな感じ、はい、それがよくお庭に使われていい感じになっているというようなことなんです。はい。植木もきれいに剪定されています。あ、そして柱が見えますが、新しくアーチを作ったんですね。はい。このアーチがですね、なんともう樹齢50年の藤があって、その藤を利用して藤棚のアーチを作りました。はい。和モダンな雰囲気が素敵ですね。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/リノベーションで検索してください。フリーダイヤル 0120-222-8888
0413-041お電話お待ちしております。